それじゃ14時待ち合わせでよろしくお願いしますと送信。人の席で何をしているのかしら。はっ、ルイやっと来た。どこ行ってたんだよ。移動教室よ。それでどうしてキリガヤさんが私のクラスにいるのかしら。昨日ルイが帰った後、瀬取り決めの時間を決めたんだよ。だから私が教えに来たってわけ。感謝しなよ。そう、何時になったの。時間はあれ、何時だっけ。忘れたのなら思い出した時でいいわ。ちょっとタンマ、今出かかってるから。確かは14時だ。14時に私ん家に集合な。わかった。土曜日の14時に桐ヶ谷さんのお家ね。絶対に遅れるなよ。じゃ。相変わらず騒がしい人ね。こんにちは。トウコさんはいらっしゃいますか。ご無沙汰しています。その節は着付けをしていただきお世話になりました。1時間前に。あなたにこの時間に来るように言われたのだけど。ん？でも瀬取り決めは16時からだよ。今はチョコ作りをしてて。そのようね。もしかして時間間違えた？マジで？やっちゃったじゃん。いつも時間にうるさいくせにめっちゃウケるんだけど。私は確かに桐ヶ谷さんに14時からだと言われたわ。そうだよね。ルイさんが時間を間違えるはずないし。トウコちゃん、本当に16時って伝えた？何それ、私が間違えるわけないじゃん。まあまあ、一回思い出してみようよ。ルイルイに時間を伝えた時のこと。あの時はルイがいなかったからデザイナーとチャットしてて。14時って別の日にデザイナーと待ち合わせした時間だ。トウコちゃん、仕方ないじゃん。デザイナーから連絡が来ちゃったんだから。てかそもそも私がデザイナーとチャットする前にルイが席に戻ってくればよかったんじゃね。そうすれば私も時間は間違えることなかったっぽいし。ほら、ルイが悪いんじゃん。トウコちゃん、さすがに言ってることがめちゃくちゃだよ。どうしよっか。一旦チョコ作るのやめて先に瀬取りを決める。今はチョコ作りって気分なんだけど。もうわがままなんだから。それだとルイさんを待たせることになるでしょ。わかった、チョコ作りに参加するわ。ルイさん無理気じゃなかったけど。仕方ないわ。あなたたちがチョコ作りを終えるまで何もせずに待っているというのは時間の無駄だもの。ちょうどセットリストを決めた後チョコを買いに行こうと思ってたし、ここでチョコを用意できれば買いに行くはずだった時間を個人練習に当てることもできて効率がいいわ。ん？つまりルイは私たちとチョコを作りたいってこと？なんだよ、早く言えよ。なんか事故みたいな感じだけど、ルイルイが参加してくれてすっごく嬉しい。私も。ルイさん、一緒に頑張ろう。これでモニカが揃ったね。よし、改めてチョコ作り開始。おー！